はい、皆さんこんにちは。今日はですね、あるところへツーリングします。タンデムのミーコちゃんにはまだ行き先を言ってないので、どんな気持ちですか？ワクワクですか？久しぶりのバイクどうですか？うん、気持ちいいね。今日は TMAX のヒロさんと合流していくので、待ち合わせ場所が大川になります。大川で待ち合わせをして向かいます。目的地へ向かいます。さあ、それでは行ってみよう。ただいま筑後川の土手の道を下っておりますが、菜の花綺麗ですね。みこちゃん菜の花よ。綺麗ね。菜の花畑でさあやりたいね。やりたいよね。菜の花畑でね。なんかな。バカじゃない。さあ、天賢寺橋が見えてきましたね。さあ、今日は気温が22度まで上がるように久留米市の天気予報ではなってましたが、行き先の天気予報を見てみると20度ってなってたよ。若干久留米より寒いみたいね。つっか久留米って日本でも屈指の暑さを誇るけんね。久留米はね、屈指の暑さやけど、屈しゃらこの暑さやけど。さあ、ここは大川です。目の前に見えてるのは夢タウンですね。大川夢タウン。さて、この大川、かの有名な伝説の演歌歌手大川栄作が生まれた土地でもありますね。それから最近では江頭2時50分、彼もこの大川出身なのだ。この大川にはいわゆる宇宙人がたくさん住んでるんだ。彼らは絶対人間ではない。君もそう思うよね。そう思うでしょ。いや、人間ちゃうよね。どう見ても彼らは人間じゃないよね。ハイザラないかね。ハイザラ、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 あ、ハイザラないね、ここ。あ、でも日陰がいいけんね、日陰に止めよう。あ、ほっ。俺も大型取ろうかな。今のうち取り替えるんですか？ねえ。大型は今ないけど、うん、
やっぱ持っとったら幅は広がるけど、そうでも実際、うん、収入が高いじゃない、600までグーバイクとかさ見よったらさ、でかいバイクもさ値段一緒やもんね、中型バイクとね。コロナ需要でバイクがねえ、うん、OK 行くよ。T マックスかっこよすぎるね。バイク自体は調子はいいんでしょ？え？調子はいいんでしょ？調子エンジンは調子、ちょっとマフラーがエアオムレしよる、うん、締め直さないか、うん、うるさい。さあ T-MAX のヒロさんと合流しまして、国道208号線を今下っております。それから、沿岸道路に乗ってさらに下ります。沿岸道路は高速道路じゃないけどガンガン飛ばすっちゃんね、みんなね。あれおまわりさん警察がおったらボロボロ捕まるよね。やばいっしょね、やばいっしょ。沿岸道路乗るけんね。いろよ、大丈夫？大丈夫？うん。気持ちよくない？寒い。わあ。わあ。わあ。このパワーの差。ね。このパワーの差。景色がいいよ、橋の上の景色はいいね。もう向こうは有明海やけね。目の前まで来よるやん、すごい目の前まで来よるやん。
早かったね今ね。¿Cómo está?
ね、カモメ。今日はまだ皆さんおらっしゃるけどね、一人でずっと行くことなんだ。恥ずかしい。休憩いいの。